絶対にバレるな。チチチチチチチクピピガチかくれんぼバトル。ガチムチ乳首ツンツン気持ちよさそうということで今回ですね、この6人で恒例のかくれんぼ企画やっていきたいなと思うんですけども、ということで5人がね今回この家に隠れて、で今回特別ゲストに白黒さんが来てくれてるので、寝られてるのにおやめなさい、うん、めっちゃ背中だよね俺の視点もう最悪やろこんにちはこんにちは、ちょ下でずっと舐めとうからね。でまあ今回白黒さんにはもう僕らがここに隠れるんで制限時間、探してもらうということで、ちょっと今回はまあちょっと白黒さんね子供ってのこと知らないっぽいんで、あそうですね、ちょっとまあ俺はとりあえずイージーにしときます。これで白黒さん見つかんなかったら今回罰ゲーム。ちょっとそんな用意してなかったんけど。お罰ゲームモノボケ最悪やん。じゃあもうこれ見つかったら全員見つかったら俺らやらなあかんだよこれ。全部見つかったら5万ぐらい欲しい。いやじゃあ逆に1人を見つけられなかった場合は10万でいいですか確かにね1人につきね。50万。ちなみに銀行残高何円ですか？396円。おこれ326円だ。なんで一緒だよ。分かった。おいそうだよ、低レベルの記載すんだよ。ちなみにそれガチ、ね、ガチでお金残ってないそれしか。うん、そうだよ。白黒さんってそういう人やねん、知らなかったのかな、ね。まあ、今回ね、こちらに隠れていきたいなと思います。おう、はい、ということで皆さん、俺ここにする、隠れてください。あ、今回白黒さんなので、ちょっと手抜いてもらって大丈夫です。はい、ちょっとここチャレンジしてほしいけどな。どこあ、これこれでか、ここら辺。あ、別にちょっと別に増やしてもいいからね、自分作り変えてもいいってことでしょ。いいよ。あれこんな、あ、むずいわ。そうだな、ごめん。いいよいいよ。一生の白黒さんの鹿の子流しとこうかな。鹿の子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 、いやいや、探せてきたらさ、なんかどっかから鹿の子の流れてくる、嫌やな。もういいかい。いいよー、まだだよ。まだこれまだ、うん、いいよ。よし、まずはここからだ。お前はなんだ、何を売ってる。とりあえず殺そう。よし、キモ。村人殴るな。見えてる。ってことはあそこだな。とりあえず殴りまくれって言ってたから、これはなんだ。うわ、落とし穴開いてた。すごい。チェストに惑わされた。絶対に、なんか白黒絵見ろ。あということで、かくれんぼ久しぶりに始まったということで、まあ、30分間白黒さんが探しに来るということでね。いやー久々やし、なんかこのドキドキすごい楽しいな。マジで久々じゃない。いやー、あーダメだ、怖っ。30分でしょ、余裕ですよ。30分間もね喋ることなんかないんですけれども、何も見えないぞ。何を実況すればいいんや。早く見つけてよって言ってる。まずはこっちです。絶対ここら辺にいる。こっちです。今いたよね、今いましたよね。まだって言ってる。絶対ここら辺にいる。でもこっから村人殴ってんの見えない。どこだ。いたよね、あっぷな。聞こえる。あっぷんな、今びっくりした。目の前通ったし。最近ツイッターのアカウントが凍結したぐらいしか話せる話題がないんだよな。
や暇だな。白クルまだかな。白クル、おい、あそこマトブロックあったっけ。あそこおかしくない？あそこマトブロックなかった気がするんだけど。あ、頭落ちてる。ってことは上。増えた今。回路が組まれてる。落ちてる。ってことは上。増えた今。入る場所があるぞ絶対に。まずこれ何？生首がある。あ何してんだあの人死んでるけど。8月31日から10月15日まで全国のコンビニで学面アイドル衣装のブロマイド期間限定販売中。え、アイドル？やったー。マルチコピー機で購入できるのでぜひ買ってみてね。シークレットメッセージ入りを入れて全18種類あるぞ。みんな買ってね。買ったやり直しだ。さっきのとこ怪しいんだけどな。こっからさ、さっき頭出してたよね。絶対さ、ここの中にさ、人いるんだよ。この下に。あれ？ディスペンサーあった。僕がバカだった。あれ？え？おいおい、ちょっと待ってろ。道がある、ここら辺に。ほら。で、これさ、これどうやって進めばいいのかわかんなくない？見えてんの？喋った。お出てるかしかなんか出てるよ。逆にどこにいんの今。今ここほら。ちょっと待って。何食べてんの？あんまり舐めてんだけど。そこちょそこね、行けちゃダメなところなんですよそこ。ねえ、これどうしたらいいの？見つけたって言ったらいいの？それ見つけるのが隠れ物だから。お、え、僕このブロック右クリックしてるけど開かないよ。開いた。なんか横のブロックを押すと開く。なんで？ここきつくね。なんか書いてある。わざわざここまでご苦労様。え、ここは通れる。あ、通れる。見つけた見つけた。え、まだまだまだ一つ壁が残って。これも壁じゃん。見つけたやったちょっと教えてよこれが何なのか。とりあえずここに入り口があります。はい、キモイです。もうまずキモイです。はいはいはい、はい、入って、でもうキモ、こっち側ね。もうみんな見てね。まあ、あっち側にも看板あって、なんもないよという看板があって、そうそう、こっちに、こっちにここまで、わざわざここまでご苦労様っていう番があって、で、これを通り抜けたら道があります。へぇ、はい、で、ここね、キモ、はい、キモいんで死んでください。キモい、ガチャってして、え、まだあんの？はい、なんで？これね、終わりやね。これトラップ、これで終わり。ここの中におんの？え、これ奥まであるけど、これは、まあ、特に関係なしと。あ、そうそう、関係なし関係なし。なんかキモ、キモいな。今更？めっちゃキモ、ごめん、実はキモいって。いや、まあ一人ぐらいいるよね。なんか欲しい？ヒント、うん、欲しい。入り口の左らへん、一番でっかい玄関。うん、一番初めの入り口の左らへんに何かがあります。行ってきます。
ちょっとチラチラしちゃう？おるんかな。いやもうこれでバレるのが一番恥ずかしいから。あ、びっくりした。もうあれやばすぎな。バリアおるやん。大変申し訳ございません。声が取れておりませんでした。どうぞ。かくれんぼ大会白黒カップ、実況解説はゆきやになります。間違っても私の画面を使わないでください。どうぞ。玄関がこれだから左側こっちか。怖い。絶対ここら辺落ちるだろう。落ちなかった。これいらないんだよな。たまにチェストあんの何なんだ。白くるー。え、なんか声した。おい、もう一回喋って。おい、なんか上じゃない。おい白くるー、おい、どこいるんだ白くるー。おー、なんかおお、あ、ふざけるな。子供が死ぬだろ。シロちゃんこっち。シロちゃん。あ、チェストだ。もう全部焼き鳥。これバナナさんな気がする。ロクルさん、明らかに不自然なものがありますよ、はい、ここには。ここ、うお、アニメ派さんだった。え、なんでわかったの。こういくと、メガネ無自然じゃ、うん、不自然な。あ、越前な龍馬がいるから。そうで、こんな感じで。おい、俺とテニスしようぜ。いや、もうめちゃめちゃ簡単やけど、ね、案外わからんかもね。え、むず。この松明にも変化できるってきつくね。家に3人。1階ずつに1人。じゃあ2階に行こう。はい、2階は。案外見つかりますね。さっきさ、さっき声したとこどこだっけ。びっくりした。何階か。いや、探してるわ。近く探してる。いや、あそこらへんなんだよな。やばいよこれ。こっちかな。ここらへんなんだよな。僕の隠れ場所は今回この、ここにあります。もうめっちゃ簡単です。あれ、あ、そこです。あ、開いた。そこです。はい、もうめちゃめちゃ簡単っすね。いや、でもこれに見とれてね、俺にバレへんっていう。おい、お前ふざけんな。バナナ、お前マジで。お前これ隠れんぼだ。いや、それはやめてよ。いやいや、嘘かもしれへんやん。お前、どさくさに紛れて、えらいことしとってびっくりした。うわ、ここ隠れてるピョッコって書いてる。どこピョッコ。お前、びっくりした。嘘じゃん、ピョッコー。びっくりした、マジで。もう、このお家、複雑すぎるよ。住みにくいって、お風呂じゃない。残り11分。やばい、ピョコね。奏でわかるよ。奏ではいいとこ隠れと。落とした。隠れと。あ、落とした。ここら辺だったんだけどな。あ、そこ。いやー、来るか。うん、あ、触れろ。頑張れ。頑張れ。違うんだろ。頑張れ。あ、
れるけど、これ以上無理か。ここ、あ、わかったかも。ここで、うわー、やったー。聞こえた？なんかちょっと声聞こえた。うわ、最悪、めっちゃ被っとった。ダブルマジで。ワンダウン、じゃあな。マジか。ここら辺いたよな。おい、出てこいよ。あれ違ったっけ？よな。おい、出てこい。おい、白くれ。おい白くれ。あれ？おい白くれ。おい。まずここから入るんですけど。え、どこかわからないピョコ。ここ白浜ラジオ入れない。やば。あ、なるほどね、キモ。え、キモ。え？で、この焚き火の裏から観察と。なるほどね。はい、向こうからバレても入り方わかんなかったら意味ないんで、これ。え、で、ちゃんと出れるってことね、これ。ちゃんと出れるんだ。ちゃんとここのボタンから出れます、一応。おー、しかし。逆に、こっち側から、内側からしか出れないんで、これ。なるほどね。いいね。ここからは入れないっす。いいね。ちゃんと隠れんぼしようわ、これ。なんか出てきた。おい、どうやってそこに行く？ねえ、何してんのあいつ。どうやってそこに行く？ねえ、そこどうやって行くんだ？おい、白クルー、白クルーも会いたいよ。おい、あ、ねえ、ここら辺が穴開きまくってんだよ。ほら。おい、俺の名前は、あ、金島。見つけた。どうやって入ったの？え、頭に乗った。は？来るだろお前それ。おい、だって、おい、使っていいって言われた。おい、来るだろお前。おい、来るだろお前。使っていいって言われた。おい、来るだろお前。はい、はい、ずるです。はい、ずるです。はい、ずるです。使っていいって言ってたもん。です、あ、見つけた。ズルです、もう出しません、こっから。あ、はい、あ、見つかっちゃいました。おい、ズルだろ、おい。で、あと外にもう一人でしょ。おい、グリー、グリー、おい、グリー。オッケー、これで行こう。どこ見たい？うん、バナナさんがいるとこ。バナナがいるとこが外って言ってたよ。そう、外なんだよね。まあ、俺的にこっちじゃないかな、やっぱ。ここら辺から探してくるのが一番なんじゃないかな、やっぱり。本当に助けて言ってる、うん、それ。頑張りましょう。わかんないけど、うん、わかんないけど、白黒さん、さっき俺、バナナがいる場所の、あの、壁近くに、なんか、あの、マークつけといた。ほんと？さあ、残り5分ぐらいなんで。あーん。全然近く来てくれへんから、全然なんか喋ることもないし、もう、どないなってるんだっちゅうの。はい、俺こっち、ここ。これがすごいキモいけど。ダメ、はい、はい、一応こっからでも入んねんけど、こっち登る専用で、本当はこっちから入って押してここ入って、あ、ここ入るんで、ここ見っ、邪魔やな、ここボタン押したら、あのドアからここに隠れる。おー、オッケー、すごい。なるほど。ちょっと発行しましょうよ。発行していい？いいよ。あ、ちょっと待って。でももうやらないと。出ろ、エクショー。お、邪魔、見えなかった。あー、見えない。いや、でもこの壁に、なんか印置いといたとか言ってたんだよな。だから、あ、分かった。だから左に取られちゃってるけど、右だ、あっちだ、多分こっちだ。残り3分、入って右と左かな。そうだ、最初、行商にうんたらって言ってたから、ここら辺だ。おっと、あいついらんこと言ってんだ。さすがに、さすがに絶対ここだ。あ、的がある、的がある。おい、出てこい。おい、出てこい。どうやって、あ、そっちだ。あああ、からのからの、あ、やったー、やったー。やったー。なんかった？え、なんでも、なんでだろう。
わかったなんでだろう、おもろすぎやろなんでわかった、今ジャンプしたらストンと落ちちゃった、ここにこうということで、残り1分半ぐらい、もう変な方法で見つけられた、1分半ぐらいで、いや、ちなみに奏でも変な方法やから、俺は普通にズルズルじゃないって、あの、あそこのさ、暖炉の裏側にいたら白黒さんにこうやって乗っかられて入られた、めっちゃおもろいやズル、普通にイエーイこのね、こう乗っかる軌道でね、乗っかったということで、ということで、ひろくるさん、おめでとう、わーい、全員発見、おー、連れてかれた、わーい、あははは、許して許して、お前はもう死ぬ運命なんだ、はい、引っかかりましたね、無理無理無理、すごいわ、やったー、モノボケ回避、そっちのモノボケは、そっちの罰ゲームは、うん、いやでも普通白黒さん今回バサッと使ったからうんヒントが普通にチート使ってから使っていいのって聞いたもん、カナダリカちゃんマジかわいそうやったけどな、なんかせっかくでもあれしゃあないけど、ね、チート使わなかったら無理だったいやいやいけるよね、あれが5人ぐらいおるからね、いつもあんなやつが、鹿の子の子の子コシタンタン、鹿の子の子の子コシタンタン、鹿の子の子の子